皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2024年9月の26日木曜日になりましたが、今日はですね、ついにお待たせしましたということで、できましたよ。じゃじゃんということですね。生成 AI を活用した IT や SNS 反則手法というですね、冊子ができました。今回はですね、今までは英語版だったんですけど、B 語版サイズということで、一回り大きい いいサイズになってるんですけど、厚さはですね、前と同じ48ページというものになっている、まあ、小冊子であるんですけどえ、こちらのものをですね、作りましたので、今日はですね、これ、有料で販売するんですけどえ、無料でゲットする方法がありますので、ぜひ、え動画を最後までご視聴いただければと思っています。最後に言うとは限りませんので <laughs>、どこかで言いますので、ぜひね、ご覧いただきたいと思っています。えいつもであれば、YouTube のメンバーシップ月額190円から学びます、デイリー会員の方に、 15分の動画をフルに公開していて、メンバーシップに入ってないっていう方は、冒頭3分ぐらいしかご視聴いただけないっていう仕様になってるんですが、今日は最後までご視聴いただけるようにしておきますので、ぜひ無料でゲットする方法も覚えてください。ということなんですね。はい。ではね、早速なんですが、今日お話するテーマはこちらになります。えご覧ください。どうぞ。大きく2つあるんですね。 この B5 版の48ページの小冊子を販売するっていうことと、そして今まで僕が培ってきたですね、えー、横田修林が開発した GPT 図を世界公開いたしました。で、これのですね、えー、話の2つですね、今日はしていきたいなと思っていますので、えー、よろしくお願いいたします。はい。ではまずなんですけど、こちらの方から行きましょう。今回の小冊子なんですが、 はい。こういうふうな仕様になってまして、ちょっと目次の方をですね、読んでいきますと、えー、大きく五部構成になってまして、まず生成 AI とはどのようなものなのかっていう話から始まりまして、AI とは何か、人工知能とは何かっていう話、チャット GPT はどんなデータを学習してきたのか、チャット GPT の注目の新機能、革新的機能 GPT 図、自分でカスタムチャット GPT が作れる。 4. 革新あ、言いましたね。そして AI が苦手なこと。これがですね、第1章になりますね。で第2章。読み取る AI。という見出しがついてますね。文字や文章を読み取る AI。そして音声を聞き取る AI。画像の中身を認識する AI。リモート会議に AI 初期を導入しよう。文書や動画を要約する AI。 長文の得意な生成 AI、クロードを使おう。これがですね、読み取る AI のところに書かれている内容ですね。そして第3章、考える AI。複数に分かれて無限に議論する AI。コンサルティングしてくれる AI。アイデアを出してくれる AI。AI とはどのようなスタンスで付き合うべきか、ということについて、考える AI ということでお話ししております。 続いて4番目の第4章は仕事する AI ということで AI が言うことを聞くプロンプトのコツ企画書リサーチレポートなどの書類作成する AISEO 対策付きで長文ブログ記事を書くという AISNS の傾向を学んで投稿を添削してくれる AI そして第5章制作する a i ウェブサイトを制作する AI チラシ、ポスターや動画のサムネイルなどビジュアルを制作する AI。YouTube 動画などのシナリオを書く AI。細かな動画編集をこなす AI。企業が今すぐ始めるべき対策とは何かという内容でですね、今回、えー、小冊子を書きましたので、ぜひですね、えー、興味ある方はですね、購入していただけば嬉しいなと思ってるんですけど、 実はこの内容はすべて AI が書きました。で、僕はどのような作業をしたかっていうと、動画を撮って、その内容をすべて文字に起こして、文字に起こした内容を組み直してですね、そしてこのような形式にしたんですね。で、この動画で撮った内容っていうのは、実はですね、すでに販売しているんですね。ちょっとそちら見ていきましょうか。 こちらなんですが、これ僕のですね、ホームページの中にありますので、またリンクを貼っときますけど、チャット GPT など生成 AI を活用した IT や SNS 反則セミナーという5000の教材があるんですね。これあの冒頭15分だけは公開しているので、よかったらね、ご覧いただければと思ってるす。この YouTube のリンクからご覧いただけます。で、ここに書いてる項目、本当はこれ全部動画に撮ってですね、これ全部小冊子にしたかったんですけど、ちょっとボリュームがありすぎてですね、 ちょっと後半の方がですね、少し割愛されちゃったんですけど、それでもね、今回サイズを大きくして、ページ数をなかなか増やせなかったので、このページ数の中でですね、今回詰めていただきましたので、まあ、この辺ぐらいまで入ってるかな。なので、この教材を買ってもらうと5000円もかかってしまうんですが、小冊子だとですね、送料込みで500円で販売したいと思ってますので、またリンク先は貼っときますけど、 僕のですね、このストアーズの方とベースの方と2つあるんですけど、両方ともですね、この教材の販売を今日から開始いたしますので、よかったらそちらの方で購入いただけば嬉しいなと思っているんですけど、そんな教材をですね、無料でゲットする方法がありますので、ぜひね、最後までご視聴いただけばと思っています。はい、ということでですね、ちょっと画面戻しましてですね。はい、画面戻しまして、 こちらのものなんですけど、今、目次の方ですね。紹介しましたが、はい、目次ね、こんな感じになっている部分を今紹介したんですけど、中の方をね、少し見ていきますと、こんな感じになってますね。はい、生成 AI。なんかね、このオーバーになってるから、ちょっと優しい感じがして、個人的にはいいなと思ってるんですけど、 はい。あの、こんな感じですね、えー。文章を書いてる内容になってますので、えー、よかったらですね、えー、読んでいただけば嬉しいなと思っています。で、これもね、あの、作ってる最中から <laughs>、チャット GPT のアップデートがどんどん進んでいくので、その都度ですね、えー、すいませんって言って、あの、構成を入れてですね、また書き換えたりしなきゃいけなかったので大変だったんですけど、まあ、その後で言ってたらいつもやっててもキリがないので、本当はね、あの、昨日から始まってる、 あの、ボイスモードですね。もう入れたかったんですけど、間に合わなかったので、その辺は入ってないんですけど、その前ぐらいまでの話は、まあまあ入ってます。ので、えー、画像生成があの1日2枚まで無料版で OK になったまでは、なんとか対応させましたけど、さすがに O1 とかまではまだ行ってませんけど、までは入ってますので、ぜひですね、えー、教材、 え、買ってですね、勉強してあけば嬉しいなと思っています。はい。で、今日もう一個ですね、紹介したいのが、この中でも僕が開発した GPTs をいくつか紹介してあり、してるんですけど、それをですね、この9月分もたくさん GPTs を作りましたということで、ブログを書いてきましたけど、この内容のものをですね、今日、世界公開しましたということで、ちょっとご覧いただきたいと思うんですが、こちらになります。 はい。ここにありますようにですね、今いくつあるんですかね ?24 ぐらいあるのかなここにある数だけですね、GPT を作ってますということで、ちょっとだけこれをですね、拡大して見ていきたいと思うんですけど、これあの、前に紹介したワンタブというもので、リンク集を作りましたので、それで見ていきますと、ちょっと拡大しますね。えー、こんな感じになってますということで、 え、公式の GPT 図に始まりまして、え、横田修林頭のというですね、え、僕の代わりに僕のブログの内容を答えてくれるという GPT 図に始まりまして、え、昨日、今週紹介しましたね。長岡総形大学情報リテラシー論の勉強をですね、え、評価をしてくれる、レポートの評価をしてくれるという GPT 図も作りましたし、え、画像でチャットができるという GPT 図も紹介しましたね。で、ここからは業務改善できる GPT 図ということで、議事録の作成とか、 プレスリリースの作成とか、日本の作成とか、経営コンサルティングをしてくれるものとか、現状と目標のギャップを埋めるとか、タスクを分割するとか、タスクの指示を与えるとか、そして求人採用の壁打ちトレーニングできるものとかを、業務改善系ということで紹介しましたね。で、過去にはこんなのもありましたね。SEO 対策系ということで、 77プロンプトのキャッチコピー作成ツールとか、コピーライティング20パターン生成ツールとか、マインドマップに変換するツールとか、ペルソナ作成ツール、キーワード抽出ツール、キーワード一つでターゲットを生成するツール、見出しを生成するツール、見出しからブロー記事を生成するツール、5大 SNS ゴールターゲット生成するツール、SNS の投稿カレンダーを作成するツール、X のスレッド投稿を作成するツール、 ショート動画の新画像、台本生成するツール。動画のチャプターを自動生成するツール。プレゼン資料、スライドを作成するツール。そしてチラシやポスターの企画デザイン作成ツールツール。これ全部過去にですね、動画で説明してるんですけど、このワンタブのページは、あの、こちらですね。これブログの方にもリンクを貼っときますけど、QR コード読み取っていただけばですね、全部リンク集になっていますので、そちらからですね、アクセスしてください。もちろん、 あの、世界公開しましたので、検索すると出てくるんですけど、なかなかですね、あの、長いですし、そして、あの、探しにくいかなと思いますので、リンクをたどっていく方が確かかなと思いますので、こちらをね、使ってみてください。で、ここの中で、一番上にですね、横田修林頭脳というですね、ものがあるんですけど、こちらのもののライン版があるんですね。で、この GPT 図の方っていうのは、 誰が何とやりとりしたかってことが僕は分からないので、あの、自由に使ってねって言って自由に使っていただいているものになるんだけど、LINE 版の方は友達追加してもらってやり取りするのが無料でね、僕のいろんなノウハウをアドバイスを受けることができるので、ぜひ皆さん使っていただきたいと思うんですけど、こちらのものはですね、 利益を私が見ることはできるので、例えば AI が間違ったことを言ったりとか、ね、あの、不十分なことを言ってる場合には、僕が補足でですね、ちゃんと手動で、僕はあの、必ず返事をいたしますので、よかったら、この LINE 版の横田修輪図脳の方にですね、友達追加して、チャットを使っていただけばと思っています。で、今回は、この横田修輪図脳の,の LINE 版の方に、友達追加していただいて、今日紹介した小冊子、 小冊子が欲しいというふうにですね、えー、コメントくださればですね、AI さんはなんかどういう返事を書くかわかりませんけど、それに対して僕はですね、後から皆さんに住所とかをお聞きしまして、あの、無料で配布いたしますので、これが無料プレゼントの企画になってますので、よかったら友達追加して、えー、言ってください。そしたらその後にやり取りしたいと思います。 で、えっと、それ嫌だよと、えー、もうちゃんとね、お金出して買いたいよって人は、これもブログの方に販売サイトのリンクを貼っときますので、そちらから500円で購入いただくと、送料込みで送りますので、そちらもね、よかったら、あの、現物のね、紙が欲しいよって方はですね、えー、ぜひ買っていただければと思っています。で、実は、 この、小冊子を買ってくださった方にはですね、これはあの、ここの動画の中でだけしか言いませんけど、この小冊子を買ってくださった方には、先ほど紹介しました、5000円の教材のビデオの部分だけをですね、無料で皆さんにご視聴いただけるようにしておきますので、よかったらですね、購入後にですね、メールで、このね、動画版もありますよってことで案内しますので、5000の内容が500円で、 視聴いただけるっていうこともできますので、それがいいよって方はですね、よかったら教材を買ってください。その動画はいらないけど、教材だけをね、あの、見たいよ、読みたいよって方はですね、小冊子を欲しいと、えー、ね、この LINE 版の方ですね、これちょっと拡大しましょうか。これですね、こちらの方に、はい、QR コード読み取っていただいて、友達追加していただくとですね、あの、 ゲットできますのでえ、よかったらこちらの方からよろしくお願いします。これちょっとうまく、うまくいかないかな。もうちょっとこう、うまくいかないな。はい。QR がちゃんとうまく入らないですけど。はい、こう、こう、こうね。あ、こうやると被っちゃうか。はい、よかったらですねえ、読み取ってください。まあこれもリンクはね、あの、貼っときますのでえ、よかったらよろしくお願いします。 はい。ということで、今日はですね、あの、僕にとっては、非常にね、二つ大きい発表があって、この小冊子を、まあ、言ってんれば世界公開ですね。で、販売を開始したことと、そしてですね、小冊子の加えて GPT 図もですね、無料公開しましたので、ぜひね、えー、使ってみてください。で、あのチャット GPT のですね、検索窓のとこで、業務改善っていうキーワードか、SEO 対策って検索すると、 たくさん僕の g p t s が出てきますので、この2つのキーワードで、あの、対策をしているので、まあ、そこからね、探してもらってもいいのかなと思っていますので、よかったらですね、使ってみてください。また、使ってみてですね、感想などありましたら、また、それこそ、僕の LINE の方などでですね、お返事いただけば、これ、あの、日々ですね、あの、バージョンアップしていますので、よかったら、連絡お待ちしてますということですね。 はい。ということで、今日はですね、久しぶりに、あの、自分の告知ということで,ですね、えー、無料公開で、えー、15分間お話をさせていただきましたが、生成 AI を活用した IT や SNS 反則手法の B5 版48ページの小冊子の販売いたします。これで無料でゲットできる方法、そして、有料で買ってもお得な方法も土地でお話しましたので、ぜひね、えー 参考にしてみてください。そして g p t 図も世界公開しましたので、よかったらこれは無料ですので、使ってみてください。横田修林図の LINE 版もおすすめです。ネットビジネスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。